あなたも私もにーと。ああ、もうだからさ。オスオス、泥酔と申します。昨今、キロクラッシュで盛り上がりまくっている、マリオワールド全城 RTA 界隈ですが、2021年2月8日に、現世界記録保持者のマイバーニキが、自身の世界記録を、さらに2秒更新して、34分2秒という、もはや、異次元の記録を叩き出されました。これ以上の更新を目指すのなら、マイバーニキが導入している、チョコレートを秘密の香水機の、二部屋目にて、B ダッシュ飛行を、普段より一つ手前の3連メットで、発生させるムーブ。魔王クッパの谷香水機の、ゴール直前のブルを、待ってから倒すのではなく、マントの急降下で、勢いをつけつつ、倒しながら進むムーブ。魔王クッパの谷の城の、二部屋目のアンテナ家に、画面を左にシフトさせて、鉛筆の出現を遅らせるムーブを、まるまるカットして、強引に鉛筆の下を突破するムーブ。こういった高等テクを、決めていかなければなりません。バリきついこれ。今回の動画では、この3つの高等テクを、実際にやってみて、私の従来のムーブより、どれくらい速くなっているのか、比較検証してみようといったものになります。それでは、5択はいいので、早速比較検証をやっていきましょう。まずはこちら、チョコレートを秘密の香水値、から、比較していきたいと思います。右が、現世界記録のマイバーニキの最新ムーブ、左が、私の従来のムーブ、となります。比較計測は、二部屋目の出口の土管から、ヨッシーの花の先が出た瞬間に動機を取って、三部屋目の出口の土管から、花が出た瞬間にスタート、もう片方の花が出たらストップ、とします。一部屋目は、ミスらない限り、一フレームもずれなく土管に入れるでしょう。ここで完全に動機を取ります。右は、この先の三連メットで、B を貯めて飛行します。左は、三連メットを滑って倒して、次の三連の直前で飛行するので、若干遅れるのですが、その後のインコースを、突っかからずに攻められるかどうかでも、速さが変わってきます。結果しろ。いや、右の方が速くなるのは間違いないのですが、インコースの攻めが若干甘くなってしまって、撮影用にクソ頑張った従来ムーブが、思いのほか検討して、1フレームの誤差もない、という結果になりました。つまり、右の前歯式をやりつつ、落下中のインコースを突っかからずに攻められれば、タイム262後半で、土管インできるので、0.2 秒くらい、速くなりそうですね。しかし、手前で P を貯めて飛行するのは、マジでタイミングがシビアすぎるので、基本、遅れている時にしかやらない、という認識で、いいんじゃないかと思います。続いてはこちら、魔王クッパの谷香水池、です。最後のブルの倒し方が、右の方が早いので、そのブルの手前で、動機を取りたいと思います。では早速見ていきましょう。今回の動機は、最後から2番目のインディを、ヨッシーが食した後に、マリオの上に、ドラゴンコインが現れた瞬間に、取りたいと思います。このコースなんですが、上下に飛び回るマントアクションが気持ちいいし、インディは可愛いし、RTA じゃなければ、最高に好きなステージです。確かに言われてみればそうかもしれない。ここで動機を取るため、右を一瞬止めます。右は、インディを送ったらすぐ飛行、折り返した瞬間に A ボタンを2回押して、急降下のドスンでインディを撃破、この土管からマリオの帽子が出たら計測開始、スタートトップ。どうやら、右の前歯式は、従来のより、0.2 秒も速くなっているようです。こいつは大きいですよ。この終盤の 0.2 秒は。続いてはこちら、魔王クッパの谷城、通称、七城、です。早速やっていきましょう。主な違いは、二部屋目の最初の鉛筆食いを、右は、強引に隙間を突破、左は、画面を左シフトして、鉛筆を遅らせてから突破。なので、一時停止がない分、右が若干速くなります。二部屋目にて、マリオが出現したタイミングで同期させました。この強引突破、超難しいけど、超かっこいいっすね。っていうかこのタイミングで、かなりの差がついているように見受けられます。計測開始は、ボスのドアに入ったタイミングに取ります。計測スタート、ストップ。ありゃー。まさかの、予想を大きく上回る、1.1 秒も速くなっていることがわかりました。ああ、こりゃあ、早いですわ。やめてくださいよ、本当に。つまり、安定を取っておきたい場合でも、ガン攻めしたい場合でも、ガチ両党いけるようにしておいた方がいい。ちゅうわけですね、これ。なるほど。というわけで、2021年2月時点の、新世界記録の、マイバーニキの新ムーブとの比較は、これにて終了とさせていただきます。マリオワールド全城 RTA に、挑戦される方の助力になれば、幸いでございます。また、マリオワールド全城 RTA の大会が、本日、2月14日から、予選が始まっておりますので、詳しくは、概要欄の、上野のさんのツイート、を、ご参照くださいませ。各有私も、大会にエントリーしております。体調と相談しながら、精一杯頑張ります。
じゃ、おっつおっつー。